こんにちは、塾の小林です、まあ、人にはですねお酒を飲みたくなる瞬間ってあると思うんですよ私は今そんなにお酒を飲んでいないんですけども年に1回どうしても飲みたいって時がありますよねそれはですね多分、うん、昨日がね私の結婚式の記念日だったからだと思うんですよそういう時は一人でひっそりとこちらのねボールドを飲んでみたいかなと思いますこれはワインなんですけどもとってもですね忘れられない味がしますそれはなぜかというと私が3年前に結婚式を挙げた時に プレゼントされて式の間にですね飲まさせていただいたお酒だからなんですよねこれ飲むたんびに結婚式を思い出すんですよえそしてですね、人はね失敗をしちゃったり間違いをした時にも焼け酒という形でねお酒を飲む時があります時にはお酒っていうのが 人間の罪を被ってくれますよね酒の席でって言葉があるじゃないですかそういう時に役に立つのがこれなんですよねこれは自分が悪いことしてしまった反省してしまったどうしても謝りたい悔いを残したそういう時に飲むとね自分の心をとっても癒してくれるお酒になってますまあこれもワインなんですけどもスパイクリング系で、えー、とってもね頭をこうやる気にさせてくれるんですよねだから落ち込んでいるものがねグーッと盛り上がってくるんでおすすめです、えー、そしてですね 人は新しい出会いを迎えた時に、やっぱりお酒を飲みたいんですよね。そういう時にはこちら。あそして、私の今までね、1万本以上作ってきたカクテル。こちらのね、技術を使って、初めてあなたに会った時のお酒を作ろうと思うんですよ。まあ、ですんでね、今回、この動画を見てご来店くださった方には、あなたの名前のお酒を私がカクテルを作らせていただきます。もちろん、この一杯は出会いのための名刺代わりにプレゼントします。私がプレゼントします。まあ、ですんでね、ぜひね、あなたのカクテルを探しに来てほしいなと思います。